ダム。昔俺が大学生の頃の話。ある日、友達にドライブに誘われた。別に行くところがあるわけではないのは分かっていたんだけど、まあちょっとくらいいいかなと思って行くことになったんだ。あの時、本当に行くんじゃなかったと、今すごく後悔してる。ドライブはいつも通り、別にどこに行くわけでもなく、仲のいい友達同士でくっちゃべっているだけだった。そこら中走り回って話題も尽きてきた頃、友達が心霊スポットに行こうと言い出した。別に他に行くところもなかったし、ネタも尽きてきたからみんなも乗り気だった。自殺者が絶えないというダムだった。ダムに車を乗り入れて、ちょっと広い場所に車を止めた。下を見て、こっから飛び降りるのか、怖えな、とか言ってた。すると友人が下に降りる階段を見つけた。みんな誰も幽霊とか信じていなかったし、四人もいたから行こうよということになった。なんかガキの頃を思い出してドキドキしていた。本当にこの時は何にも思っていなかった。遊園地のお化け屋敷に入るくらいの気持ち。結構長い階段を、十歩の明かりを頼りに降りていった。下まで降りると、ダムから凄まじい勢いで水が噴き出しているのが目の前に見えた。ドーってすごい音だった。草の生い茂った水辺に立って、すげえなって四人で見ていた。水の音がすごいから話も大声でしていた。そうしたら、水のドーっていう音に混じって、で、って聞こえた。え?と思ったけど、友達が二人で喋っていたので、その会話の一部がちょっと聞こえたんだと思った。で、俺ももう一人の友達と、ここすごいな。ここに飛び込んだら、遺体は上がってこないよな。とか言っていたら、で、が、ってまた聞こえた。さっきよりも強く聞こえた。なんか女みたいな声だぞって思った。ちょっと怖くなったけど、友達が喋りかけてきていたので気のせいだろうと思い、そのまま会話を続けた。すると友達が、俺を通り越して向こうを見たので、その目線の先に振り返ると、さっきまで喋っていた友達二人が、キョロキョロと辺りを見回していた。どうした?って声をかけると、そいつらは近くに来て、なんか変な声聞こえなかったか?って言った。俺はゾッとした。そして、俺も聞こえたって、相槌を打とうとした瞬間。で、私が、キャ。俺たちは、みんなで顔を見合わせて黙っていた。水のけたたましい音に混じって、それは明らかに聞こえた。みんな聞こえたというのが、表情でわかった。しばらく黙っていた。怖いもの見たさというのか、もう一度その声を聞こうと静かにしていた。
他の三人はどうかはわからないけど。でもしばらく聞こえなくて、友達が、何今のって言った。それからみんなで、おいおい、幽霊なのかマジ、とかなっていた。でもこの時は、まだ冗談半分だった。もう一回聞こえないかな、と言って、みんな再び黙った。水の、ドーっていう音が、ずっと聞こえていた。すると一瞬、その音が遠くなった感じがして、今度ははっきりと聞こえた。なんで私が死ななきゃならないの？絞り出すような女のかすれ声。水面を見た友達が悲鳴を上げた。水面のダムから吹き出した水しぶきで、白く霧がかかったようなところに女がいた。いたというか、浮かび上がっていたというか、青黒い女の顔が暗いのにはっきりと見えた。俺たちは悲鳴を上げながら必死で階段を駆け上がった。暗いので何度も転びながら上まで登って、車に飛び乗ってダムを後にした。明るくなるまでみんなでいて朝方解散した。その後、その時の友達同士で、マジで怖かったな、とか話をしていて、他の友達とかにもこの話をしていた。あそこで幽霊見たって。そしたら、その友達。仲はいいけど、あまり遊んだことはないんだけど。マジ、じゃあ俺も行ってみようかな、って言った。案内しろって言われて、本気で断った。その友達は仲のいい連中でそこに行って死んだ。三人で例の階段を降りて何かを見た三人は俺たちと同じく慌てて階段を駆け上ったが上について一人いないことに気がついた。待っても待ってもその友達は上がってこなかった。二人は降りて確認することもできず、かといってそこから立ち去ることもできず、車でルームライトをつけっぱなしにして朝まで震えていたらしい。朝、恐る恐る階段を降りてみると、階段ですごい形相で死んでいる友達を見つけた。二人はその友達のあまりの形相に、生死を確認することもなく、その場から逃げた。そして、警察に通報した。友達は、体にあざがあって、階段から落ちたことが確認できたそうだが、それが死因というわけではなく、原因不明の死だということだった。一緒に行った二人のうち、一人は気がおかしくなっていた。もう一人が警察やら死んだ友達の両親やらに事の成り行きを説明したらしい。死んだ友達の父親は俺たちがそのダムに行くことを勧めたと思って四人全員の家に怒鳴り込んできた。息子が死んだのはお前たちのせいだ。遊び半分で死者が彷徨うような場所には行くな。俺は行くことを勧めたわけではないと思いつつも何も言い返せずに黙っていた。友達の父親が散々俺に怒鳴り散らした後、帰り際一緒に来ていた友達の母親が、ごめんなさい、あの人息子が死んで悲しいんです。怒りのぶつけどころがなくて。息子は
自分の判断であそこに行ったんですよね。息子の死はあなた方のせいじゃない、って言った。それを聞いて、不意に涙が出た。やはり、どこかで責任を感じていた。次の日、友達の父親から電話がかかってきた。昨日は怒鳴り散らしてすまない、と謝ってきた。俺は何も言えずに電話を切った。その後、一緒にダムに行った四人の友達で、ダムでの話をすることはなかった。死んだ友達と一緒にダムに行って、一人になってしまった奴も、俺たちと一緒にいるようになった。五人でたまに、気がおかしくなってしまった奴の病院に、見舞いにも行ったりするが、それでもダムのことは話すことはない。本当に恐ろしかった。幽霊を見ても、まだ怖さを理解していなかった。友達の死で、やっとそれがどういうものなのか分かった気がした。二回目にダムに行って、唯一無事な友達が、ダムの下でどんな体験をしたのか、今も聞いてはいない。これからも、聞くことはないだろう。魂のつながり。朝から出かけたまま帰ってこないという一本の電話から始まりました。姉から旦那が連絡もなしに帰ってこない。今まで一度もそんなことはなかったらしい。私もなぜかまずいなって直感的に感じた。どこに行ったかもわからない。思い当たるところにはすでに連絡をした。不安がよぎる。一応警察には捜索願いを出すことにした。夜の七時、秋も深まった十月の末。数日前からの大雨は上がっているが、探すと言っても見当がつかない。よく山の方に水を汲みに行くらしいので、その線から当たる。一人では心細いので、当時15歳の私の長男を助手席に乗せて、ひたすら水汲み場のある山の方向へと車を走らせる。行く途中の交番や消防署で、事故とか事件がなかったかを確認しながら、水汲み場まで行くことにした。雨は小降りになっている。何箇所目かの消防署で、その水汲み場の場所を確認する。私自身は、一度もその付近の山には行ったことはない。でも何かに引き寄せられるように。姉の家に途中で電話をして、戻っていないかを確認する。警察からも、義兄からも連絡はない。車で2時間ほどで、その水汲み場に着いた。当然、人影も車もない。真っ暗な、小雨が降る山の中。水汲み場には何も手がかりはなかった。今から戻る旨の連絡をして、帰り道に。長男を連れてきたのには、もう一つの意味があった。生まれたばかりの頃から、非常に可愛がってもらっていて、言葉では言い表せないくらいのつながりを感じていたからだ。長男は途中のコンビニでパンを買って、もしおじさんが怪我をしていて動けなくていたら、お腹が空いているだろうから、ポケットに忍ばせていた。数日前の大雨で
山道は崖崩れや大きな石がところどころに落ちていた。行くときは登り道だったせいか、帰り道はところどころ分かれ道になっていたりして、意外と細い道が入り組んで山の中に続いている。途中まで下ったところに、来るときには気がつかなかった細い道が闇の中に口を開いていた。その細い道に車を乗り入れ、急な下り坂をゆっくりと進む。大きな石が行く手を塞いで、車体を容赦なく削る。引き返すにも戻れそうにない。落石の恐怖、崖下への転落、雨足が強くなる。すると、前方に車らしき。まさか落石にでもあったのか。ゆっくりと近づく。それは義兄の車だ。その次に飛び込んできたのは、長男がポケットに入れていたパンは役には立ちませんでした。落石の直撃かと思いましたが、外傷もなく、検視の結果、脳出血みたいな。車から降りて一息しているとき、突然、そういうことらしいです。警察も捜索をしていましたが、発見はできませんでした。初めて来た人が、こんなところよくわかったなって驚いていました。魂のつながりだと思います。Thank you.